チャンネルへようこそ。はい、というわけで今日は井上さん何をするんですか？今日はですね、はい、私が実際に使っていてよかったなと思うアイウェアを皆さんに紹介しようと思います。はい、はい、ということで波子さん、はい、アイウェア使ってますか？もちろん自転車買った時にやっぱりアイウェア必要だなと思って買いました。アイウェアって、うん、正直海外ブランドのアイウェアの方が人気あるんですよ。まあ見た目もかっこいいしね、スタイリッシュみたいな、ね、そうなのよ。多分モデルさんが買いづらい。そう、かっこいいのよ。そう、あとやっぱトップ選手が使ってたりとか。うんうんうん、ただね、はい、高い。高いね、うん、安くはないね。でやっぱ実際買ってみて、はい、つけたら、うん、似合わない自分とかね、鼻に合わないとかね。そう、でも鼻の高さも違うし、うん、まあ、顔のもう大きさから骨格から違うんで、うん、違う、やっぱ結構合わなかったりするんですよ。はい、自分もやっぱいろいろ買って、うん、ああなんか似合うアイウェアないなと思ってた矢先、はい、2年前のサイクルモードで出会ったのがこちら、うんうん、じゃん、 OGK 兜から出ている、まあ、121番っていうモデルになります。はい、はい、何がいいのこれの？これね、普通見た目は普通、いや本当にサイクルモード行った時に感動したの、はい、で何があって、まず日本のメーカーって、日本のブランドっておしゃれじゃないものが多いんだよね、まず、うんうんうん、デザインがね、そう、はい、これで言うとほら横とかさね、思ったちょっと攻めてる感じ、攻めてる、はい、はい、これ何がすごいかって、まずあれこれね、外れました。外れるんですよ、このフレームのサイドが。はいはいはい、はい、見たことないそんなでしょ。アイウェア、でこれによって何がすごいかって、うん、いろんなレンズ交換ができるのね。うで要はレンズって傷ついちゃったり、うんうん、まあ、買い直したい時って大体全部取り替えないといけないの。だから買い直すってことなんだよね。そう、高いよね。そうだよね、学生とかさ、やっぱ有名モデルのやつ使いたいと思った時に 2,3 万出さないとしますダメなんですよ。お年玉ですね。そうだ、落車しちゃって壊れたとか、でちょっとさ、小物と入れてガチャガチャしたレンズ、そう、私もよってやるでしょ、傷ついたとか。傷ついで、これが取れることによって、うん、まあ、この本体全体の価格もね、あの1万5000円って安いんだけど、うん、あの替えレンズもね安いのよ。どのぐらいですか？要は、普通のクリアレンズとかだと、うん、まあ、3000円台とか安い。そう、安いんで、はい、でやっぱり超高レンズになると、うん、本体全体で2万円なんだけど、レンズだけだと1万円で交換できるので、要はさ、気分によってさ、うん、今日はこのミラー系で行こうかなっつったらさ、うん、ワンタッチで、いい、すごい、変えられるし、はい、このフレームのここも何種類かデザインが、色があるから、あるんだ、組み合わせができる。そしたらさ、変えられるんじゃん、ウェアに合わせて。それこそさ、2、3日じゃあ遠方行って走るよっていう時にさ、うん、予備レンズっていうかさ、なんかあった時のためのレンズをね、そう、持ってると安心だよね。そうなんですよ。へー、しかも日本人が考えて作ってるから、はい、アジアンフィット、アジアン、そうだから、ナミコさん、もしアイウェア買う時にどういうこと気にします？うん、私鼻に合わないことが多い、うん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 、でここに隙間ができて、そっからすごい風入ってくるとか、隙間から虫入ってくる、あるよね、なんかアイウェアの意味ないじゃんみたいな、うん、そうで、 OGK のすごいところって、鼻の高さ調整も2段階できるんですよ。これこう横にね、こう見えるかな、こうカチッ、あ、動いた。鼻がちょっと高い人は上高さ合わせられるし、ちょっと鼻のここの角度が低いなと思って、こうできると、低くして、そうで調整できるんで、はいはい、これはすごい理にかなってると思います。すごいね、はい、ポイントとしては、まあ、これ丸々本体買っても安い、うん、もしでもレンズ傷ついても替え、うん、レンズも安い、ただ機能性もある、はい、素晴らしいでしょ。素晴らしい。僕がね、使ってて一押しなのはそういうことですね、うん、なるほど。もちろん安いのはいっぱいあるんだよ、で高いのもいっぱいあるの、うんうんうん、ピンキリだよね、アイウェアだって。ただ両方ね、コスパも良くて機能性もいいっていうバランスで言うともこれかな、うん、なるほど。デザインもおしゃれね、攻めてるね。今並み、ちなみに、
こうアイウェアとかって普段メガネかけてる人ってわざわざコンタクトに変えてつけたりとか、うんうんうん、できればこう、ね、動画入ってるメガネの方がいいわけじゃないですか、うんうんうん、そうですね、あるんですね。特にね、日本人目悪い人多いんで、うんうんうん、そういう悩みも多いって聞いてるんで、うん、あの OGK の場合だと、まあ、これじゃないモデル、まあ、パンフレットとかには度付き対応とかっていうのがあるんで、ちゃんとそこ、お店頼めば、うん、度付きレンズとして作ってくれることもできます。ありがたいですね。それって嬉しくない、ね、普段メガネの人は嬉しいと思う。でどうしてもその海外モデルのかっこいいやつってそこまで対応しないものも多いので、うん、なんかこう連絡も取りづらいしね、海外モデルのって、ね、英語で送られてきたら分かんないとか、しかも金額も上がるから、ね、うん、あ、そうですね、はい、なのでまあよりあのいろんなシーンで使いたいなと思う方はあのこちらの OGK カーブトから出ている、アイウェアがおすすめかなと思います。はい、はいはい、ということで今回は、今尾が実際に使ってみてよかったなというアイウェアの紹介でした。はい、ぜひね、うん、気になる方は下に概要欄貼っときますのでリンクをチェックしてみてください。ということでなめこさん、はい、この動画が参考になったな、欲しいなと思った方はグッドボタン、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。またね。チャンネル登録はこちらから、他の動画はこことここから見てね。